ロコエスパルスプレゼンツオフトーク、選手の本音。あれ武田信玄クロちゃんみたいな、もう本当に何言ってるか分かんない人も具はあの玉ねぎです。玉ねぎ今回は帰ってきたタフガイ、富士宮市出身の吉田豊選手。きらめくゲームメイク、静岡市出身の鳴岡光選手。チームを牽引するボランチ、浜松市出身の竹内涼選手。聞き手はレジェンド高木純平広報部長です。県内西部中部東部生まれの3選手で地元トークを繰り広げます。移籍してわかる地元の良さ、エスパルスの良さ、選手の本音に迫ります。本日のオフトークは、三国決戦ではないんですけれども、地元静岡東中西出身の3選手に集まっていただきました。よっよっ、よろしくお願いします。お願いします。はい、まずは出身地のですね、プチ地元自慢、これを聞いてみたいと思いますんで、まずは東部出身、はい、吉田選手、まあ、富士宮ですよね。はい、プチ自慢教えてください。富士宮といったらやっぱ富士宮焼きそばかなと思います。お、まあ、あの B 級グルメであの優勝というかね、そうですね、賞もらいましたし、うんうん、あのやっぱ美味しいで、まあ、僕があの好きな食べ物の中で一番もう富士宮焼きそばが好きなので、あ、そうなの、好きなので、もう小さい頃から食べてたんで、へ、まあ、それかなと思いますね。はい、他にあるんですか富士宮。他はね、まあそれが強烈すぎて、あ、なるほどね、そう、もうそこにもギューンとみんな行っちゃうから、ね、集中しちゃうんだ、集中って、なるほど、行っちゃってるから、やっぱそれがそれかなと思いますね。あ、まあもろもろあるんですけど、いっぱいあるけどね、いっぱいあるよ、あるけども強すぎるから今日は出さない、今日は出さない、今日は出さない、なぜならば強すぎるから、ね、強すぎる、集中してるから、うん、はい、ありがとうございます。はい、続いてあのチューブ、はい、鳴岡選手、静岡市ですよね。静岡市です。はい、プチ自慢いきましょう。地元自慢できることいっぱいあると思うんですけど、まあ中心地なので、中心地、中心地ですよね、場所はね、先輩方が横に見ようと、まあ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 、ここは抑えてるんだね。まあまあ、はい、まあ、夏の時期になったら、うん、まあ、駿府城で祭りやったりとか、お、七夕で祭りやったりとか、あ、いいですね、多分そういうとこに逆に来る立場の友達だと思うんで。なんで今ギューティーの勢力図がすごいね、すごいね、大丈夫、はい、終わった後怒られない、大丈夫、怒られます、はい、じゃあ最後、西武出身の竹内選手、はい、浜松ですね、はい、いいところ、いや浜松独自の文化みたいなのがなんかある感じはこっちに来てより思いますけど、ああ離れてみて思ったんですね、うん、やっぱり浜松祭りがあったり、有名ですね、うん、浜松城、浜松城、まあ、僕の通ってた高校からすぐ近く見えるところにあるんです、海星館ですね、はいはい、あるんですけど、あ、近いの、もうすぐそこです、5メートルか10メートルぐらい、5メートル、そうだよ、本当に5メートルぐらい道を挟んだ、本当本当に5メートル、多分俺と竹ぐらい本当本当にバーン天守閣見えるんで、いいですね、はい、持ったね、持ったね、5メートルか10メートルはい、まあそれぞれプチ自慢あると思いますけど、まあなんかこうライバル関係みたいな思ったりするんですか、なんかちょっとした疑問だけど、中部には負けたくないよみたいな、勢力図ってさっき話しあったけど、うーん、東部の人は西部の人はこう中部に対してなんかこう思いがあるのかみたいな、でもあのやっぱ僕、まあ、東部でこう富士宮とかだとこうやっぱいろんなデパートとかも、デパート、デパートデパートって今言う、デパートって言わない、デパートってあんまり言わない、そこ味方になってる、あ、ごめんごめん商業施設、ね、近いじゃん、商業施設ね、あのそうそうそう、はい、どうぞ、ブランド品じゃないけど、うそういったちょっと都会チックなね、あ、そうはやっぱ中部ここら辺もやっぱ街中なんで、そこはすごい憧れてたっていうか、なるほど、そういいなっていうか、あ、ちょっとお買い物するんだったらちょっと、そうお買い物とかデートとかね、花がある、花がある、ね、そうそうそう、ちょっと憧れてたっていう、中部にはね、じゃあ西部どうですか、
西武から見た西武は勝手に敵対してますね。勝手に。え、俺らは東部は何も。なんだよ。何そこもうなんかあのラ比較対象にならないみたいなさ。じゃあな仲間。あ、仲間仲間なのね。同じ仲間、ね、グルなのね。グル。グル。なるほどね。そういうでも憧れはちょっとあるのねやっぱり。憧れ、そう憧れ、まあサッカー的にも。あ、サッカー的にもあるんだ、やっぱチューブ強い、あとあのユースあるじゃないですか、エスパルスユースとか、まあ、学園もあるし、うん、桜ヶ丘もあるし、いろんな高校がチューブあって県選抜とか行ってもほとんどチューブの選手、西武の選手なんて 2,3 人みたいな。あ、そうなんだ。じゃあどう、逆にチューブから見て。いや、敵対心みたいなのは全くどっちにもないです。多分あのそういう風なもあれよ最初で見られてないのかもしれない。なんか上にいるよね、うん、なんかちょっとね上にいるよね。ちょっと上にいるんですよ。みんな多分勝手なイメージですけど、うん、みんな静岡や市にこう集まってくるイメージがあって、あ、遊びとか買い物とか、もう自分たちの元に集まってくるんだ。そうそう、いるとこに来るんだなっていう。俺ら餌に食いついちゃってる。自分たちは光だと、光で寄ってくるんだと。まあちょっと広げすぎたかな。じゃあくじ引きトークいきたいと思います。お、これね、くじ引きからお題出てきますから、はい、お題トークに移ります。はい、戦国武将で思い浮かべ、誰です、静岡。徳川。ああ、いいや、徳川さん、ね、徳川家康子。今エスパルスもコラボしますよね。今度試合も徳川家康子試合もありますので、はい、ぜひお願いします。で、徳川家康子いらっしゃいますね、静岡でも。自分をじゃあ武将に例えると誰ですか。さあ、いきましょう。じゃあまず初めにクロちゃんからいきましょうか。ちゃんですじゃないんですよ。黒い服着てるし似てるかもしれないですけど、クロちゃんじゃないです。なんか生えてきてるかなと思って。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ行きましょう。いやー難しいっすね、はい、っていうよりか、あの俺知らないんですよ。いや本当に詳しくはね。いるじゃん、いるじゃん。もう俺ね、生まれ変わりだと思ってるもん。え、誰ですか。有名な武将ですよ。まあ、いたんじゃないですか、チームも。そこのチーム、武田さん。こっちです。それ言うとこっちになっちゃうから。その言い方するとこっちになっちゃうから。違う、武田信玄さん。武田信玄さん、もうそっくりだよ。そっくりですか。もう見たことないよ、武田信玄さん。見たことないけど、はいはいはい、もうそっくりじゃない。いや、もちろんあの山梨、うん、そうそう、甲府にも、うんね、いらっしゃったからね。いたんで、うん、知ってはいますよ、うん、ただどういうこう人っていうか、うん、ってのはあんまり分かんないから。この間の甲冑着てもらったんですよ。ああ、来ましたね、うん、はい、抜群。ありがとうございます、ね、もう本当にだから、もうあれ見た瞬間もう武田信玄そっくりだなと、うん、まあそうは感じないってこと。うん、まあ、だから自分を武将に立てるのは誰じゃ。でもやっぱかっこいいのは小田さんじゃないですか。いやいや、ちょっと待って。お前ちょっと自分のキャラ考えて喋ってくれよ。小田さんってお前一番のメイン持ってくなよ。じゃ違う、じゃ違う、憧れはね、憧れね、なりたかったのね。かっこいいし、はい、じゃあもうちょっと取っときましょう。じゃあ俺武田さんで。武田さんで、はい、武田さんで。武田信玄さんですね、自分は。武田さんで。じゃあ次いきます。お、いいですね。静岡県人に生まれて良かったと思えることは。鳴岡選手はいかがですか。静岡で生まれて良かった、はい、まあ僕ジュニアユースからエスパルスに入ったんですけど、うん、はい、まあそのセレクションみたいなのが小学校6年生の頃にあって、うん、それに行くためにあの学校を早退するってことになって、うん、そうなった時にもうやっぱ小学校でもやっぱエスパルスっていうのを知ってる人たちがめちゃめちゃ多いので、うん、え、セレクションに行くんだっていうので、なんかいろんな人にこう声かけてもらって、友達とか先生とか、それはまあ中学上がっても高校になってもそうでしたし、やっぱ身近にもういる人がみんなエスパルスっていうかサッカーチームを知ってるっていうのはすごいなって思いましたね、はい。
優等生よねやっぱり。ちょっとなんか気になるんだけど、まあ、僕は、まあ、吉田選手竹内選手とは一緒にプレーをしてたね、はい、鳴岡選手とは一緒にやってないんですよ、うん、分からないんだけど、まあ、豊はどういう性格なのかとか、うん、まあ、竹はどういう性格なのか、うん、竹とかもう18とかから知ってるから、うん、あれなんだけど、そうですね、鳴岡選手実際どうですか、真面目なんですか本当に。まあ、多分まあスケベですよねだと思いますよ。ああそうなの、まあ、僕も光、とこうだから半年ぐらい経ったのかな、うん、こう入団して知りますけど、うん、まあすごい真面目で物静かなんですけど、うん、多分スケベっす。多分だよね、うん、多分だよね、うん、だから多分から確信に変わりますから絶対の感じ。タケとかもう長いんじゃないですか、光とかは。確かに長い、まあ、高校ユースの時から、うん、まあ、試合も出てますし、うん、あ その時から一緒にずっとやってますけど、うん、そうポジションとどっちかって一緒じゃないですか。そうですね、そうですね。その意見もちょっと聞きたいな。どう竹から見て光はどう見えてるんですか、先輩からのアドバイス的な。アドバイスは特にない、もうそのまま言ってほしいっていうのもありますけど。まあ意外とガツガツっていうか、こうサッカーやってる時結構イライラしてる時とか、おやっぱ一人で、あ一人で、そう。え顔に出るタイプ？なんか言ってるっすね。あブツブツ言うタイプだ。はい、あなるほどなるほど。結構はい、うまくいかないとこうでも要求したりするんでしょ。でも要求はしますね。でも、うん、なんかねドカーンってなんか強い言葉言っちゃって、うん、これもう帰ってくるのが耐えられないので。大概上だからね、自分より帰ってきそうな言葉はもう自分でもう吐き出してなくして、うん、で普通の状態で要求してます、うん、でも解決しなきゃいけないことがもうプレー中だって山ほどあるじゃないですか、はい、もう瞬時のことだから、まあ、でもそれは言うんでしょう、はい、それは言いますね、うん、まあでもその子の自己主張は先輩だろうかなんだ関係ないと、はい、はあ、でまあ言わなくていいようなことはもうブツ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 してるで、そこで消化してんだ、はい、なるほどね、はい、ちょっと次行っていいですか、もう、どうぞ、はい、行きましょう。これあるあるですね、富士山に登ったことはある？ないです、ないです、な登ったことない、はい、もう見てるだけで遠くから、はい、もう見れるっていう環境があるだけでも、見るだけでいい、もう十分です、うん、